いや、あ、今ジムのそこに行ってるじゃないわ、で、顔見ようか思ってやってた仕事ジム、お前やってたよジムで、まあ、ジムな、うん、元気そうしてんの元気、うん、よかったな、もう食べた、食べた、うん、もう、うん、で、一杯飲んでるからさ、もう一杯飲んでるからさ、もう、あの、寝せに帰るわ、あ、ほんま、うん、だから、うん、あれは車は、いや、僕、電車、あ、ほんま、うん、今日頑張っているけども、大丈夫、体調は、うん、大丈夫、うん、もう、夜中も走んだよ、夜中、まあ、うん、まあ、だいぶ慣れた、いやいや、まだまだ、そんな全然、地図が頭に出るもん、ああ、そう、うん、そんな地図がな、うん、要するに、注文を受けて、その届け先が、まあ、あの何役とかにしないとか言うたときにやっていかないか、うん、まあまあスマホで全部あの案内していくけど、ああああ、その配達先に行ってから次のとこ行くのが遠くなってしまうときとかあるんだ、はいはい、まあ失敗しないと思うに、ああそうだった、うん、17分もかかるんだ、うわうわと思うね、おいでも、支配確実じゃん、もう出ましたよ、もう、もうそれございませんよって、うんうんうん、あ、そうそう、うん、と、運転は、うん、あの、な、あの、もう無茶せんとはな、これあの、安心、安全でやな、運転してるから、うん、もうその点は、まあ、今のところ、その、心配はないな、うんうん、お母さん、行くしいよ、お母さん、うん、そこだけ行くわ、うん、もうどれくらいなるのかな、それやってからで、前か、うん、またそんなに2ヶ月ぐらい、うん、本気でやりだしたの、うんうんうん、単車で走ってるのは見かけるけど、車は分からへんもんの、うん、まあな、うん、アマゾンでいいわ、いいわ、うん、あの、もう一軒家って言うと北京もな、うんうんうん、うん、そういう仕組みになってると理解は もうでかいできへんもんな、どっからお金、まあ、そんな感じどっからお金入るのかな、どっちが入るの、注文した人お金うずれへんよ、うん、何を動画映すなよ撮ってるってよ、こんな映すなよ、何撮ってんのもうこんなもうこれ動画あげたい、もう撮るなって、もう何やんか思うねんな消しときもったいない、取るなって、うん、分かった分かった、なんか声だけでいいわ、いらんや、お客さんも何ぼか流行ってるし、うん、その店舗さんも何ぼか流行ってると思うんですよ、その注文が入って料理が作って、うん、そのお客さんが食うやん、うん、うん、お客さんと店舗さんが何ぼか出せると思うよね、出前からさんに、ああはいはい、うん、そっからケジャーに、うん、ああまずい、まあ、うん、と、うん、いうことなんやけどな、うん、俺が思うにゃ、うん、うん、他から誰も出してくれへんし、うん、どういう仕組みやろ、うん、だからまあその一軒の用事のタンクもちょっと上がってたもんやな、うんうんうん、お店行って買うでも何もか少し値段も高いと思うわ、ああそうか、うん、うん、
で、それプラス、送料もあるしな、うん、うん、あ、そうや、そうや、うん、単価も少し上げて、送料もあの、つけて、で、お客さんの場合やろ、うん、で、店舗さんも何ぼかその、何やろ、何じゃ負担をするんかな、お、出前川さんに行ってね、うん、あ私なよな、うん、うん、と思うんやけど、そこまでして食べたいから、分からん、だからその車椅子の人も無事な、ああそうかそうか、いや、さっきの人でも無事、うん、もう窓開けて行くんやで、うん、窓開けてもうベッドがあんねん、あもうそれでもう、うん、ベッドがあんねん、うん、ああ待ってはるやな、うん、うん、ありがとう、ああそうかそうか、でも足かがした人、うん、玄関にその置き配してて、うん、で帰ってくださいって言うねんな、うん、でも人と呼ぼうしな、うん、何でことか本なんなんかしてたらもうあれやん、前くせやん、うん、もう車はそれはもう、うん、もう心配やけど、うん、もう5分くらいなもう、ま、もう見張っとって、うん、うんうん、もうなんかで心配やん、うん、でも今度通行人が女の方が、うん、スマホ前でこう通報してて俺が不審者で俺があなたなんか知らないで食べはるんだからこの方案で通り行きまんねん5分ぐらいかな、うん、やっともうあげて、ま、うん、出はったわ、ああそうかそうか、待ってくれはったなって、うん、申し訳ないなって、うん、ありがとうなーって、あー、うん、ってことで役に立ってるってことよな、やっぱり。もう今コーナーで、うん、行かれへんじゃん、もういっぱいおるぞ俺、うん、うん、時代のその動きで、うん、もう、小さい子供もスマホ見てな、うん、ボタン一つで僕たちがもうピューってもうお店行って料理持って、うん、ピューって俺も向かってくれてると思う、うん、スマホ見てもうスマホ見てもう子供たちがもうバカにすると思うね、はいはいはい、うん、もう僕たちがほんま子供たちとって、うん、スーパーマンやスーパーマン、うん、俺たち一人でピューって飛んでいくピューってもうついてくれねん、うん、うんうん、でもたまにその、うん、時間に間に合うかと思って、うん、その2軒まですんねんな、うん、違うところに行ってから そこに行くんやわ、うん、もう遠回り、うん、時間で間に合った、うんうん、届けるやん、うん、でも子供がもう下向いてありがとうでこう家の中入ってくんや、うん、あれ時間で間に合ったのにな、なんでかな、もうスマホ見て遠回りしたんが分かってんねんな、あーそう、もうがっかりしてんねん、もう子供は、ああそうか、うん、けど昨日な俺もう30分も食事してん、うんうん、うん、けどもうまっすぐ行って、うん、まっすぐ届けに行って、うん、でも子供2人でいて、うん、もう顔見てありがとうって、うんうん、もう受けてな、うん、でお金も出しすぎて2人じゃん、うん、で出来入って、うん、でもバイバイありがとうってもう手振って、うん、遅れてはお、うん、もうその、うん、遅れてもまっすぐチューって行ってまっすぐ来てくれてるのも嬉しかったな、うん、もう俺はそう思うねや、うん、あれはお金はもらうわけそこで、あその、うん、現金のあ僕はもまあ、クレジットあ決済済みと現金両方してね、うん、だからまあお金なしの時もあるし、うんうん、現金でこう精査する時もあんねんな、のお金また持っていかなかや、そう、まあその日の晩に行くかその翌日の、まあ、お昼過ぎまでに行けばいいんだけどな、精査しな、
1万円出してるやつ、もう今もう当然出す人も多いしな、通せんもともない感じ、もう10円玉、100円玉、もう1000円です、もういっぱい入れてるわ、寝ればいいね、それがうまいな、うまいやね、もう帰るわ、まあ、森さんに、疲れだけ取らなせんように、歌も、気をつけて、ありがとう、ありがとう、いや、おかんがもし、とにかく心配しないからな、だからまあ安全運転で、ケンちゃんまあ安全運転はもう間違いないわ、車はあれやけど、で、電車で帰るの、なんか、今日、あ、今度、今度とか帰るわ、ないか、ということで、これか、ということで、実家に来た、実家に来た動画でした。それでは、たまじゅぱ。ということで、今回は、父と母と3人で、四国に行ってきました。お母さん、どうでしたか？楽しかった。そうか、そうか、よかった。まだ行かない。はい、はい、ということです。はい、以上です。